僕の部屋におかえり NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。この番組は NCT127 のゆうたが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さて最近の僕ゆうたなんですけど、まあ、皆さんもご存知かと思いますが、3月28日にですねエルジャポン5月号発売、ちなみにこれはですねテヨンとカバーを一緒に飾らせてもらったんですけど、まあ、すごく楽しかったです。テヨンと2人でそもそも撮影するっていう機会があんまりないので、まあ、どんな感じになるのかなっていうのを楽しみにしながら撮影させてもらったんですけど、まだね出来上がったものは見てないんだけど、撮った写真とかを見るとやっぱ自分で言うのもなんだけど、自分とテヨンが並ぶとすごいカリスマ感半端ない絵になるなぁなんて思いながら撮らせていただいたんですけど、本当に僕自身も楽しみでたくさんの皆さんに見てもらえるといいなと思います。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCTU で All About YouNCT127 ユータのユータトームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間は僕 NCT127 ユータのワンポイントお知らせコーナーです。3月のテーマは NCT の春におすすめのナンバーです。まずは NCT127 で Welcome to my playground。 春の陽気に誘われてどこかへ遊びに行きたくなるナンバーです。ポカポカ陽気の公演で聴いてもぴったりな曲だと思います。続いて NCT ドリームで It'll be placeable。 躍動感のあるリズムと楽器の音色が春のワクワク感とぴったり合うのではないでしょうか。そして最後は NCTU で From Home。出会いと別れの春、懐かしい思い出も蘇ります。心が安らぐマイホームを思い浮かべながら聞いてみてはいかがでしょうか。以上 NCT の春におすすめのナンバーでした。ぜひ番組が終わったらチェックしてみてください。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたトーンをお楽しみください。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。NCT127 ユータのユータアットホーム。まずは前回取材したユータクイズの正解から発表しましょう。僕ユータを知ってもらいつつマニアックな知識を身につけてユータ博士になってもらうというね、このおなじみの企画ですけど、前回の問題はですね、髪の毛が伸びてきた僕ユータが最近使い出したアイテムは何でしたね。まあ、ヒントはスナップを使いこなせるかで変わってくるとかね、偉そうなこと言ってましたけど、正解はですねヘアアイロンでした。はい、ヘアアイロンね。みんなどうだっただろうこれ。まあね、スナップのユータって言われてるぐらいね、結構こうスナップをね華麗に効かせることで有名だったんですけど、学生時代はね、まあ今となってはまあ昔の話なんですけどそれこそほら自分たちのさ学生の頃ってさ、結構派手な髪型流行ってたじゃん。こう毛先跳ねさせるとかさ、だからこう友達同士でどこまで跳ねさせるかみたいなことをやってたんだけど、最近ね本当に最近ヘアアイロン使ってみようかなと思って買ってみたんですよね。で買ってみたんですけど、今はねこうもう本当に伸ばすぐらいで、たまにちょっとねスナップを入れるか入れないかぐらいの感じで使ってるんですけど、やっぱねヘアアイロン使う時と使わない時って髪の質も違うし、なんかこう俺さ髪のボリュームとかがめっちゃ多いの、それが悩みで、それをこう解消してくれる道具としてヘアアイロンがすごくいいなと思って最近は使ってましたね。はい、クイズに正解された方には抽選でステッカーをプレゼントします。
当選の発表は発送をもって返させていただきます。正解したという方は届くのを楽しみにしておいてください。それではここで次の問題です。僕ゆうたが最近毎日欠かさずにしていることはという問題にしましょうかね。でヒントはですね、これ海外にいると結構難しいことかもしれない。うん、難しいというかそもそもないところも多いし、日本ならではかなとも僕は思ってて、それに最近こう何かを入れてこうまあ汗をねかくことをすごく、なんだろう、一日の終わりの楽しみにしてるくらい毎日欠かさずやっていることですね。ということでメッセージとツイッターで皆さんのお答えをお待ちしています。メッセージはオーディーナにある番組ホームページのメッセージホームから、ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。締め切りは放送から1週間となります。正解された方の中から抽選でステッカーを差し上げます。皆さんどんどんご応募ください。さてですね、今日は音で遊ぼうという企画ですね。まずは逆回転クイズということで、1問目は NCT127 のナンバーですね。サビの部分がですね、逆回転で流れて、でその曲は何でしょうかっていうのをね一緒に当てる感じなんですけど、まあリスナーの皆さんも一緒にね考えながら聞いてほしいなと思います。では早速なんですけど行ってみようと思います。 Let's go。 あー分かった、これめっちゃ簡単じゃん。何、ナメプ、それはナメプ、それはナメプ、もう分かったよ。みんな分かったよね、これはね、これはナメプだよね、俺たちナメてるよね、さすがにね。みんな、僕ね、もちろん分かりました。これ、ね、イージーモードだったのかな、さすがにね。正解いきます。 NCT127 でタッチ。No, I'm not gonna be there. ですよね。ということでですね、正解は NCT127 のタッチでした。はい、面白いですねこれ。じゃあ2問目、どんどん行こうと思います。2問目はですね、春にちなんだ J-POP です。サビの部分が逆回転で流れます。その曲は何でしょうかという、じゃあリスナーの皆さんもこれもね一緒に考えてみてください。それでは行ってみようと思います。 Let's go。 難易度一気に上がったくない。ちょっと、もう一回だけいいですか、チャンスもらっていいですか。難しい、マジ、みんな分かった人いるのかな。でもこれ春にちなんだ J-POP ですもんね。春にちなんだっていうことは、俺この声ちょっとゆいさんの声に聞こえたんですよね。なので当てずっぽなんですけど、ちょっとあの言ってみたいと思います。ゆいさんのチェリー、どうだ。ほら来た、すごっ、声で当てた、春と声で当てました。ということでですね、正解はゆいさんのチェリーでしたね。恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょ、星の夜願いめて。じゃあ次行きたいと思います。3問目はハードモードですということでね、洋楽の逆回転。ちなみにですね、 YouTube 再生回数は50億回以上のヒット曲です。皆さんも一緒に考えてみてください。では行ってみましょう。 Go。 あ、わかった。シッポービューでしょ。じゃあ正解聞いてみましょう。これ絶対そうだ。ほら来た、ストレート正解、来た。やっぱり舐めてもらっては困りますよね。こっちも音楽やってるんでね、聞いてるんでね、いろいろ。でも逆再生ってだけでこんなにもわからなくなるんだって思いましたね。正直これ余裕でしょと思ったんですけど、
結構難しかったですね。でもめちゃくちゃ面白かったです。じゃあ続いてのオトクイズはですね、隠れた NCT127 の曲を探し出せです。あー俺これめちゃくちゃ好き。曲が3曲同時に流れてきます。でその中の1曲は NCT127 のナンバーです。その曲は何でしょうかというオトクイズですね。それでは1問目やってみましょう。わかった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 、これゼロマイル。ほら来た、気持ちいい、超気持ちいい。じゃあそれでは2問目こちら。これ言っていいですか。NCT のハートブレイカー。では正解聞いてみましょう。うわー、ラボンザフロアだったか。ちょっとこのラボンザフロアって分かった状態でもう一回聞いてみていいですか。これめっちゃ難しいですね。ビートは聞こえるのもドゥン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 っていうのは聞こえるような聞こえないような感じですね。ていうか麻生への手紙が良すぎてそっち聞きちゃった。ということで、正解は NCT127 のラブオンザフロアでした。皆さんどうでしたか。僕たちもメンバーとたまにやったりするんですけど、これめちゃくちゃ盛り上がります。はい、ということでですね、面白かったです。本当これはね、定期的にちょっとやってほしいなと思う企画でしたね。それではここで一曲皆さんにお届けしようと思います。ダールで Can I Kiss You。NCT127、ユータのユータアットホーム。お送りしたのはダールで Can I Kiss You でした。続いてはリスナーの皆さんからのメッセージを紹介しようと思います。ラジオネーム焼きたこさん。コンコンコン、ユータくんただいま、おかえり。ユータくんに日頃の感謝の思いを伝えたくてお便りを送りました。このラジオをはじめ、ユータくんの様々な活動を通して、ユータくんがこんなに頑張っているんだから私も頑張ろうと元気をもらっています。特に先日のライブでゆうたくんのソロステージを見たとき、ゆうたくんに対するいろいろな思いが込み上げてきて、自然と涙が出てきました。ゆうたくんがあのステージを実現するまでに辛いことや大変なことがたくさんあっただろうし、それをすべて知ることは私にはできないけれど、ゆうたくんがステージ上で自分らしさをたくさん表現してくれたことがとても感慨深かったです。いつもたくさんのことをもらってばかりで恩返しすることができないことがもどかしいですが、こうやってゆうたくんのことを知って応援することができる私は世界一の幸せ者です。いつも本当にありがとう。どうか健康でいてください。そして絶対に会おうね、大好きと、焼きたこさんからメッセージをいただきました。メッセージありがとうございます。このソロステージを見て、その辛かったこととか苦しかったことってみんなにあるわけで、なんて言うんだろう、表現したかったわけではなかったけど、なんかこういろいろな思いをこう汲み取ってくれて、それで感動しましたとか、なんかこう私も頑張ろうと思ってますっていうお便りをいただくと、すごくあのソロステージをやってよかったなと思います。本当に思います。なんかやろうか本当に迷ってたんですよね。迷ってたんですけど、やっぱりこういう風に形になって、みんなからこういうね、あの感動しましたとかいうお便りをいただくことができて本当に嬉しく思ってます。はい、あのね、本当に今ね、大変な時期でこうなかなか会えない時期が続いてますが、ドームツアーがね待ってますので、皆さん、必ず会いましょう。はい、ということで次行きたいと思います。ラジオネーム寝不足のライオンさん。私にはスマホに関して必ずやらないと気が済まないことがあります。それはスマホを低電力モードにしておくことです。すごいね。たとえスマホの充電が 100% だとしても、低電力モードになってないとなんだかそわそわします。ゆうたくんにはやらないと気が済まないことはありますか。これからも応援しています。お体に気をつけてお仕事頑張ってください。うわ、絶対あるよね。俺絶対あると思うのよ。低電力モードでしょ、そっちは。あ、そうそう、ビタミンを毎回飲むとかね。ビタミンを忘れた時の絶望ね。今日一日
あ、俺ビタミン不足だって思いながら撮影とかもするみたいなね。本当はさ、一日別に飲まなくてもいいじゃん。なんかでも俺の中でビタミンっていうのはめちゃくちゃ必須で、この低電力モードと一緒だよね。うん、やらないとなんか気が済まないみたいな、飲まないとなんかこう自分が損した気持ちになるみたいなね、そういうのはありますね。まあ俺はビタミンぐらいかな。お体に気をつけて、寝不足のライオンさんも頑張ってください。ということでですね、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。さて続いての曲を紹介しようと思います。 NCTU で From Home。NCT127 ユータのユータトームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインターフェムだけのスペシャルコンテンツ。今月は僕の必需品です。今日はステイホームの必需品です。その1、ダンベル。ジムに行けないときは家をジムにしてしまいたいです。5キロはまあ欲しいですね。うん。その2、色鉛筆。ふとした時に絵を描いてゆっくり色を塗っていく時間が好きです。その3、コーヒーメーカー。おうち時間が長くてもコーヒーは欠かせません。以上、僕のステイホームの必需品でした。それでは引き続き NCT127 ユータのユータトームをお楽しみください。NCT127 ユータのユータアットホーム。ユータアットホーム。今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか。最後にですね、この方のメッセージを紹介して終わろうと思います。ラジオネーム福岡さん、シズニーさん。リモート授業中にマイクオフにするのを忘れてユータくんの動画を見てしまいました。大音量で見てたから登校日に友達にいじられまくるのが想像できます。もうクラスメイトみんなシーズニーになれとね、福岡さんシーズニーからメッセージをいただきました。確かにね、それ恥ずかしいけどいいじゃん。もう別にゆうた好きですけどみたいな、そんな感じのスタンスでいけばね、友達もそんなに言ってこないと思いますけどね。逆にね、もっともっと宣伝してほしいなぁなんてのを思いながらこのメッセージ読んでました。はい、またね、これ投稿日になってどういう反応を友達にされたのか、このラジオに送ってください。はい、ということでですね、皆さんの声を僕にどんどんこれからも届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。 Twitter のハッシュタグは英語でユータアットホームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータでした。次回も僕の部屋に皆さん遊びに来てください。バイバイ。Lemonade, taste like lemonade, reach out on an hurricane, underneath the mocks on in the night. Taste like lemonade, jolly touching every day, sunk your body got me feeling good. Taste like lemonade, reach out on a hurricane, underneath the mocks on in the night. Taste like lemonade, jolly touching every day, sunk your body got me feeling good. 달려갈 날 소금차, 무대를 터뜨릴 날 cherry bomb.